勝たなきゃゴミだ。どうしてだよ、どうして。ざわ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 。ああ退屈だ。何かしようにも金がなさすぎて何もできねえよ。こんなことなら地下労働施設で働いてる方がなんぼマシだ。我々は宇宙人だ。こんなことやるしかないじゃないか。ざわ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 。チャーチル、お前おならしただろ。ちょっと臭いぞチャーチル。チャーチルじゃないな、俺がしたのかもしれないな。最近肛門がガバガバになってるんだよ。これというのも借金が27億もあるせいだ。くっそー、利根川のエンブレムでもちょん切りに行こうか。利根川のエンブレムでもちょん切りに行こうかな。やめなさい海賊、やめなさい海賊。ざわ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 。そういえば PS プラスのフリープレイがそろそろ発表される頃じゃないか。 PS プラスが値上げされたからすごいフリープレイが来るんじゃないか。前回はデトロイトだったし期待できるぞ。よし調べるんだ早速。チャーチルも行くぞ、一緒に調べに行くぞ。8月のフリープレイを確認する。 PS プラス値上げ後の最初のフリープレイだからな、相当期待できるゲームが来てるんじゃないか。タダで遊べるんだ、それに越したことはない。一体何のゲームが来てるんだ。これか、発表されてるぞ。今回の8月のフリープレイは、どうしてだよ、どうして。 PS プラス値上げして最初のフリープレイ、大事なやつじゃないか。もっとすごい神ゲー来てくれよ、ウィッチャー3ぐらいの。ざわ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 。いや、これは出会いの罠。ひょっとしたら実はものすごい神ゲーなのかもしれない。ゲームのことをよく調べてみないとわからないかもしれない。そうだ、一度調べてみよう。トネガワめ、トネガワ、トネガワ。うわそこだよ、決めつけるのがちょっと早すぎた。事前にゲームのことをよく見て、面白いかもしれないじゃないか。ちゃんと見てみよう。あれ、あ、ちょっと待ってくれ。あ、間違って買っちゃった。どうしてだよ、どうしてだよ、どうしてだよ、どうしてこうなるんだよ。ちょっと確認しようとしただけなのに間違ってカートに入れて買っちゃったんだよ。なんてあれ、いくらした、いくらって書いてあった、あれいくらって書いて、4349円って書いてる。1本2000円以上するじゃんか。どうしてなんでこうなるんだ。出会い、出会いの罠か。これは出会いの罠。ヘビね、トネガワ、俺のことヘビだと思ったか。トネガワ、そしたらお前こそがヘビだ。トネガワ、どうしてこうなっちゃうんだよ。こうなったら今うちにプレイしてみんなにどんなゲームか先にフリープレイになる前に見てもらうしかない。うわはい、というわけでやっていきたいと思います。まずワイプアウトからですね、ちょっと見ていただくとですね、あとは感じるんですが、なんか半重力系の、昔ほら F0 ってあったよね、あれっぽいとかってちょっと思って、実はちょっと面白そうかって思っておりますけれども、さあやっていきましょう。まあオンラインとかもあるんだね。しかもこれ VR にも対応しているということなんでね。カイジのキャラはどうしたのかって。熱いからもう勘弁してくれよ。レース開始。待って、まだ操作方法もわからん。後ろを見れる。とりあえず走ってみっか。ちょっと待って、操作方法わからん。ちょっと待って、キャッ、あっ、いや、ちょ、おい、ちょっと楽しいんだけど、ちょっと楽しいよ、すでに。うわー、なんかそのタイヤのギュギュギュとかじゃなくて浮いてるやつだから、ふわーってした感じで、すげえ。あ、待って待って、なるほど、ドリフトあるな、ドリフトあるな、これな、ドリフトあるな。あ、これ乗るぞ。乗ってダッシュダッシュ、起き上がれ。あー、やばいやばいやばい、これ普通に面白いだろ。おお、ちょっと待って待って、俺下手くそだけど、おお、いい感じ。あー、ここでここでドリフトだったね、ドリフト的なやつ。あ、やばいやばい、ひょっとしてひょっとして一周来る。おお違う、これ逆さになってんだ今。おお、どうやってる、どう、うわー、ちょっと待って、かなりジェットコースター的な感じ。うわぁ、うわぁ、迫力ある。これ VR だろ絶対。いや、俺 VR 持ってないんだけどさ。おぉ、あ、何、落ちてったよみんな。なんか落ちるべきだった。うわぁ、おい、あ、一周だこれで。やばい、俺何位今、8分の4、4位や今。頑張れ俺。
今2位まで上がってっから。ちょっと待って待って、それ踏みだ、踏んであいつを抜けば1位だから、インから抜いた、インから抜いた。あのね、LR ボタンでのね、ドリフトが結構ギュンと効くからちょい押しぐらいでもね、あーくそ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 、負けたくねえ。いいぞ、負けるな。普通におもろいぞ、ワールドレコードとかもあるね。俺ね、361229位だわいや、このゲームでできることは多分レースの中で、レースを中心にまあいろんなことができていくんだけれども、レース自体が結構面白いかもしれない、うん、これ侮るなかれいや、これフリップだったらすごいいいでしょ。ね、ね、ね、おう、次はこれです。エイジスっていうのか、エイジスディフェンダーズ。打って変わって、ドット調のなんかインディーライクな雰囲気のゲームですね。はい。協力モード、このゲームは12人でプレイできるって。へえ。ちょっと待って待って待って、あ、スタジオジブリ系の雰囲気すっげー強いね。なんかオープニングの画面も見てちょっとなんか若干んと思ったんだけどさ。おてんば娘めどこへ行った。クール、かわいい。なにこれ、ルインハンターの才能のおかげさ、教えてもらった通りにやったさ、じいちゃんと違って若いからね、教えてもらった通りにやったのさに。3ポイント獲得、いい感じの答えだったし今ね。ジジイの言う通りだろう、そう、年上を称えよ。ルインは見つかったかな。移動、ジャンプ、攻撃、まるでステップ。待って待って、三角で爆弾って書いてある。リソースが足りない。とりあえず進んでみるか。これどういうゲームなのかまだわからない。四角で攻撃、あ、ここも攻撃できる。長押しチャージして離してバーストね。ギューンパキュン、ギューンパキュン。このテイスト好きな人は好きでしょ。リソース、キャラクターのアイテム作成に、必要。壊して手に入れるのか。三角、爆弾を作ろうって感じかな。ちょ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 バックステップ、無敵状態で後方にダッシュ&即チャージ。ああーなるほど、バックステップすると銃構えるわ。バックステップすると銃構えて攻撃ボタン押すともチャージされてる。ああなるほどね。ってことはこういうことだ。色が異なる場合、1倍のダメージ、ミスマッチカラーダメージって書いてあったね。あれ？行き詰まっちゃったかな？きっとじいちゃんが助けてくれるはず。ああ、じいちゃん大丈夫かな？キャラクターの入れ替え、あ、なるほど。ああ、その場で入れ替えとかじゃなくて、待ってたんだ、あそこで。そろそろ遺跡を見つけるとまずいことになるんだ。あの孫息子は一体どこだ？ここはあえて敬語を使わせてもらいますよ、みたいなね何今のこれ、どうすんの。敵を感知して自動的に射撃、オートタレント。
アイテム設営、三角で防衛ブロック、防衛ブロックだって。なんかさ、薄っさ感じてたのはタワーディフェンス系かなって思ってたんだよね。なんちゃらディフェンダーって書いてあったからさ、そのゲームの題名が。今のところなんかそういう感じあんまりしないじゃん。あ、じいちゃん、じいちゃん、これ、これ来るんだよ。あー、じいちゃん来た。あ、やっぱり怪物がたくさん来るっぽいよ。なるほど、設営フェーズ、敵の襲撃が始まる前の60秒間で。あー、なるほど、設営、じゃあ設営しまーす。何を設営すりゃいいんだ。設営言われてもさ、ちょっと待って、ちょ待って、どっから敵来るの。ここから来るのかね、ひょっとして。ってことはここにこれ、これやっときゃいいんじゃない。これで、これタレットでしょ。で、私はどうしたらいい、これ。あたしちゃんは何が作れるんだっけ、何が作れるんだっけ。爆弾、爆弾作った、爆弾作った、もう一個ぐらい爆弾作る。オッケーオッケー。60秒って結構ちょびっとしか結構ちょびっとしかやらせてくれへんな。あ、ちょっと待って、ちょっとこの子で爆弾作って、はい、取った。え、ちょっと待って待って、もう来ちゃう、もう来ちゃう。襲撃フェーズ、拠点を守ろう。敵が拠点に、到達すると拠点のハートを失う。勝利するためには拠点のハートを最低一つ残して生き残る必要がある。自動アビリティ、操作中ではないキャラクターを放っておくと敵を攻撃したり防衛設備を修理したりする。うまく配置しよう。あ、そう、じゃあ、じゃあこの辺にいた方がいいんだね。この辺にいて、オッケー。ちゃ、こうして、こうして、オッケーオッケー。私もこうやって撃つ。はい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 。設営フェーズ入ったよ。早い。オッケー、いいよ。それ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 。なるほどね。オッケー。いやいや、十分でしょ、十分でしょ、十分でしょ。おじいちゃんはここ直しておく、直しておき、まあ、使えるもん使っとくか。ほい、こうやってね、爆破、バンバン爆破で、バンバン爆破で。ここちょっと気になるけどね。あー、ちょっとリソースが足りないになってる。よし、いいよ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 。赤いのちょっと強いな。おー、やべやべ、あった、もう倒した。あー、勝利無傷の勝利なり。タワーディフェンスはちょっとやっぱり面白いよね。はあ、はあ、キャラがちょっといいね、結構ね、キャラが好きよ。かわいい、かわいいわ。いや、かわいいわ、キャラも雰囲気もすごい。そしてセクシーお姉さん登場でござる。なんだよ、結構面白いじゃないか。全然フリープレイで遊べるんだったらぜひ遊びたいよね。俺は4000円も払っちゃったけど、今度利根川に会った時勝手にあいつの財布から5000円抜き取っとくからいいよ。いや、だからやめなさい。いいよ、やめなさい。っていうか2000円ちょっとのゲームがタダで遊べるなんて嬉しいじゃないか。ざわ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 、待てよ、これはくせえ。この暑い中ジャンパー着てたから脇汗ですっげえ臭くなってる。くっそー、なんてこった、悪魔的臭さだ。あ、これはもう水を飲むしかない。水を飲んで体の代謝を良くして汗をいっぱい放出させればきっと体が臭いのもなくなる。くわー、キンキンには冷えてないんだよ、出しっぱなしの水だから。あ、これで俺の脇も臭くなくなってるかもしれない。くせー、ざわ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 。ヘビめ、トネガワ、トネガワ、お前ヘビだと思ってんか、俺のこと。それならお前こそがヘビなんだ。
ビビ